ワイアットベリー・スタップ・アープは、アメリカ西部開拓時代の保安官、イリノイ州生まれ、20歳の頃バッファロー狩りで生計を立て、ガンマンとして有名になった。1870年、ウリラ・サザーランドと結婚、死別後、1875年には、カンザス州ウィチタの保安官事務所で働いていたが、1876年4月、仲間と抗論して解雇された。 1878年、やはり、カンザス州のフォード郡、ドッジシティで新たに保安官事務所に勤務し、1878年、保安官、チャーリー・バセットの下で保安官助手に任命された。1879年9月にやり方の荒っぽさから、ドッジシティを追放され、アリゾナ州のトゥームストーンに移り住み、農業の傍ら賭博場の道元、買収ミアドの経営者になった。 三ヶ月後、兄のバージル・アープが、トゥームストーンの保安官に就任した。1881年、アープ兄弟は、クラントン兄弟をはじめとするカウボーイズと呼ばれる、土着の牧童たちと、オーケー牧場の血統と呼ばれる事件を起こす。晩年は、ロサンゼルスに定住して、西部開拓時代の伝説的な生き商人となり、信仰を持った。 映画監督のジョン・フォードの西部劇制作に影響を与えた。1929年1月13日、ロサンゼルスにて傍公園で死去。80歳、ワイアット・アープは映画などでバントラインスペシャルと呼ばれる拳銃を使っている場合がある。しかしこれは伝説で本当に使っていたかどうかは定かではない。1881年、アープ兄弟は クラントン兄弟をはじめとするカウボーイズと呼ばれる土着の牧童たちと対立を深めていた。10月26日、フライ写真館の隣にある空き地からフリモントストリートに出たあたりでカウボーイズが銃を所持しているので武装解除するべきとの市民の忠告を受け、バージルはワイアット、モーガン、友人のドカホリデーと共に彼らを武装解除するべく出かけたが打ち合いとなり、 カウボーイ組5名中3名を射殺した。世に言う、王、OK、慶牧場の決闘である。決闘後、アープ組は殺人罪で起訴されたが、全員無罪となった。この判決を受け、カウボーイズは、バージルとモーガンを闇討ちし、バージルは腕を、モーガンは命を失う。その後、ワイアットは、モーガン殺害の実行犯と見られたフランクス・ティルウェルを通村駅構内で殺害したと言われている。 この事件によってカウボーイズ派の軍保安官、ジョンビアンにより逮捕状が出され、ワイアットはカウボーイズの追及を受けることとなる。一方、ワイアットも連邦保安官の資格を得ており、連邦政府と自治体の保安官が互いを付け狙い合うという異常事態となった。結果として、カウボーイズのリーダー格のカーリー・ビル、ジョニー・リンゴが殺害され、 ワイアット、ドクホリデーは、コロラドに逃走して一連の事件は収束する。ありがとうございます。